さあ、それでは参りましょう。今回のコーナーは一口ライフハック。脳筋サイコさんから、スマホを自分のへそに叩きつけると仮面ライダーに変身できそうな気分になる。あー、もうこれはもう明日からやった方がいいやつ。仮面ライダーパチン。すっごい一番かっこいい表情になる気がする。パチン変身。わかるけどベルトなしでやれるのがいいね。次、八京亭快楽さんからの一口ライフハック。ベランダでデカめの干物を干す家に泥棒が入るわけがない。そうか、そうかも。デカめのね、セルフで干物やってる。大味大ホッケをベランダに洗濯物みたいに吊るしていたら、この家はこの干物を後で丸かじりする住人が住んでいると思うと、ちょっとたじろうかもしれませんね。じゃ、その干物を盗みはいいじゃねえかって言うけど、だって地の果てまで追ってきそうじゃない？でかめの干物。ひーふーみー、一枚足りない。魚が泳ぐのと同じ速さで追ってくるよ。確かに、俺が泥棒なら選ばないかもしれない。住民が金棒持っててもおかしくないもんだって。パニーさんからの一口ライフハック。部屋中の時計を5分進めておくと、毎日5分進んでんなぁと思える。結局、3日目くらいでそうなるよね。5分進んでるからゆえに、5分進んでることを計算に入れて遅刻してる時あるからね。ああ、進んでるなぁ、今日も。ということは、引く5だから、よし！ゆっくりうんこしちゃおう。結局どうしようもないんですよね。体が慣れちゃうから、5分進んでいるからには。ということは、まだ見かけ上よりも、ゆとりが。だからね、部屋中の時計をずらしてキビキビやれる人、俺ほんと尊敬しますよ。続いて、特納中納ソースさんからです。ありがとうございます。カラオケで思ったより声が出ない人は、1曲目に串田明の曲を入れておくと、2曲目以降は声の通りがバカよくなる。これはね、マジですね。俺はこの間、レビちゃんとエルさんと CM ソング縛り歌枠っていうのをやりましたけれども、調子乗って富士サファリパークを4回くらい入れたんだけども、本当に本当にをやるたびに、もうどんどん周りが良くなってきました。サファリパーク何でも歌える喉の温まり方になるんで、これは実際そうです。ただね、気をつけなきゃいけないのは、1曲目クッシー入れちゃうと2曲目以降も全部クッシーになる可能性はありますね。1曲目ウォーウォー釘パンチって、じゃあ次アニソン、じゃあ最近のやつで、今でも青は澄んでいる、今でも青は澄んでいる、これはこれでありだね。北にアキラになる可能性もあるしね。本を刺す朝の山手通り、タバコの空き箱を捨てる、この回やりてえな。全てを串田アキラで歌う回。ドレスコードで全員、指抜きグローブでカラオケボックスに集まって、楽しそうだな。思ったよりも、ね、青の住処が良かったですね。いやー、でも串田明さん、またね、もう元気な歌声で俺たち温めてほしいですね、本当にね。君を忘れない。続いて、キラークイーンさんから。観光地で売っているオコジョのキーホルダーを枕元に置いておくと、寝ている間に尻尾で耳掃除をしてくれる。先生、なーんってなるだけ。ふさふさの尻尾のやつとかでしょ。観光地のキツネか白いオコジョか、ね、あれを枕元に置いておくと、耳サワサワサ、なーん、なーに。それ以上のことはないよ。なーん、何回もナウンになるだけ。かいいだけだよ。孤島の採取者さんからの、これ実話でもらってますんで、これ参考になるかも。掃き掃除をするときは、濡らして細かくちぎった新聞紙を床に巻いておくと、犬がビビる。知らねえよ。そりゃそうだろう。それって、もう目線の近いところに急にくちゃくちゃの髪がいっぱい出てきたら、うん、犬がビビってるうちに急いで吐いて、犬ついてきちゃうから、かわいそうだよ。何これ、これあれですか、私の粗相ですか、ひょっとして、みたいな不安そうな顔で見つめてくるんじゃないかな。急に何ですかこれ。次、トカゲのしっぽさんから。アジサイにションベンをかけることで大まかな健康状態がわかる。バカだ。青いアジサイにションベンかけて、ほんのりピンクになったら、おお、俺ちょっとやばいかもしんないな。バカすぎ。何で尿の酸性を確かめてんだよ。ほんのり赤くなった。
これはクソバカですね、マジで。非常に好きですね、これね。またアジサイが正面かけたらさ、かなり吸収しそうな感じがあるし。続いてこれね、なんか今週のマイモトってメモってあるんですよね。多分そういうことなんでしょう。ヌアメアヌさんからの、一口ライフハックです。レタスに乗せればそれがサラダとなる。読みそう。なんか、ね、好みっぽいんだこれ。レタスに乗せればそれがサラダとなる。なんでそこだけ ASMR の音量で喋んの。でちげえし。そんなわけはねえし。続いて、バリアブルアーマーさんからです。日本酒飲みたいけど金がないときは酒用のグラスでウォーターサーバーの水を飲むとなんか飲んでる気になれる。これはやりますよね。なんかショットグラスみたいなやつとか、あと日本酒飲むときのおチョコだとちょっとあれなんだけど、細いグラスあるじゃないですか。ああいうので冷えた水をキュッとやるだけでになれるんですよね。ちゃんとただの水道水でもいいんだ。水道水にちょっと氷一つ入れてキュッと煽るとちゃんとが出ます。栗まんじゅうみたいな意外と人間ね、器で思い込めますからね。俺サービス業のね、アルバイターの頃にやってたっていうか、ほんと真似しちゃダメなやつなんですけれど、アルコールのシュッてやるやつあるじゃないですか、スプレーの。あれを2プッシュくらいして手にわーっと馴染み込ませた後にすぐに嗅ぐっていうのはよくやってましたね。スンってね、飲まないよ、それは飲むわけはないけど、アルコールのにスンって嗅ぐだけで一回一瞬あーってなれるって。そういうギリギリの暮らしをしておりましたけれどもね。これ結構あるあるですよね。飲み屋さん、さすがにね、水拳2じゃないんだからさ、着付けにね、まあ体に出した害はないとは言いますけれども、あんまりね真似しないように、そうなる前にちゃんとビールとかは帰ってから飲むように。105さんからです。残業が始まるときに、何を隠そうこの勤務、ここからが本番でございますと叫ぶとめちゃくちゃはかどる。俺のノリノリ MC じゃん、ただのアンコールで言ったやつね、カーニバルリブの。何を隠そうこのライブ、ここからが本番でございますって。もう残業を仕事のアンコールと考えると、ここからが本番でございます。あれも冷静に考えたらひどいこと言ってるからね、アンコールありきみたいな。普通の仕事はもう本番が来ないことが一番いいんですね。キャラが変わるよ、残業時はキャラが変わるよ。で、翻弄。確かにちょっと噛み合う感じがありますね。続いてエディオフさんから、冷やしきしめんが食べたくなったらでっかい氷をピーラーで剥けばよい。バカだ、でっかい氷をピーラーで剥いて急いで食べて、折れちゃうから、溶けちゃうから。代わりにはならんよ。でも一回やってみたいね、タオシャオメンみたいな感じでさ、でっかい氷の塊をシューって削ってもらって、その先に口開けて待ってる状態をやりたい。シャーってやって、そのシャーが全部俺の口に入る形。薄い氷はちょっとね、魅力的ではあるんですが、代わりにはならん。餃子おじさんからです。泌尿器科や肛門科で下半身を見せるのが恥ずかしい時は、威風堂々や新世界よりなどのクラシックを脳内再生すると恥ずかしくない。ちょっとこちらに横になって、ズボンと下着を下ろしていただいて、ちょっと幹部見せてもらえますか。わかりました。ぜー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 。医者側が未知との遭遇をするっていうね。こっちはもうあくまでお前たちの見たことがない人体の神秘を見せてやろうみたいな。ぜんぜんぜれぜれぜ、開いたり閉じたりしてると、ぜんぜんぜれぜれぜぜぜぜぜんぜん、カパッ閉じ、カパッでーでれで、聞いて聞いて、アナルンチじゃねえんだよ。次の人に申し訳ないよ。続いて世間知らずのしらすさんからです。満員電車でどこからともなくおならの匂いがしてきた時がコキドキ。コキドキって日本語何。なんかくせえなって思った時が自分のへもコキドキ。コキドキなんだよこれ。言いたくなるわ明日から。なんか兵士てえな、今じゃねえな、ここだな、コキドキ。グッバイポツダム関白宣言さんからです。月夜に包丁を研いでいると、ごくまれにメラヨシカズが来てもののけ姫を歌ってくれる。もうそれメラさんがもののけじゃない、それは。月の出たね、晴れた晩にシャッ
アリツ来た。多分その木先にくらいのところで一回包丁をこう持って見る時間とかがあるよね。二本目研いだらもう一回来てくれるのかな。よし、じゃあ次この刺身包丁もやっとこう。しゃ、ハリツ。なんなんだよこれ。本当に恐ろしいと思う。とか言ってたら今週のマイモト2です。万博ちくわカーニバルさんからです。みかんにマジックで顔を描くと可愛い。俺これいつか聞いたことあるくらい馴染んだわ。ライフハック、みかんにマジックで顔を描くと可愛い。可愛いでさね。未だにちょっと裏写りしないかなって心配する時もありますけれどもね。これは絶対言ってた。この6年間のアーカイブのどっかで絶対に言ってた。新橋駅で迷わない俺さんからです。犬田歯科医院の看板で顔認証することでスマホの使いすぎを防止できる。そのお前もう一か八か高速道路でスマホかざすことになるじゃないか。今スマホ使いたいって犬田。ほぼ封印だよそれは。高速乗ってる以上チャンスはいくらでも来るけれども、うわー犬田認証してくれ頼む。剣またいだら知らねえやつの顔になった。もう俺が絹田みたいなヘアスタイルにしてメガネかけるか。バカだなこれ。だからね、これをね、これ読もうって目印つけてる時にさ、俺の心の中の架空のリスナーがさ、力士さん、あんた絹田歯科医院が全国区だと思ってるのかい、だとしたらあんたも都会に染まっちまったなって言ってきて、うるせえ。続いて、つゆだくのパエリアさんからの一口ライフハック。アジの開きを一回畳んでみるとちゃんとアジで感心する。これいいな。開いた状態買ってね。基本もうその開きの空方しか読んでない、裏見ないじゃないですか。一回畳むとアジだ、魚の形になったっていう。これはいいです。命をいただいているみたいな。ちゃんとなるからね。多分俺もどっかで一回やったことあるんだよなこれな。だからで、それで俺も感心した思い出があるから余計面白い。アジだ。アジはさ、まださ開く前わかるけどさ、ホッケとかってもはやさ開く前がわかんないからさ、なんか急に新しい生き物と出会ったみたいな気持ちになるのかなって思いますね、ホッケの開き。というわけで一口ライフハックのコーナーでございました。多分今32時の第1回の方を見たらね、お便りの雰囲気は変わってはいないんだろうけれども、意外と俺の受け答えの感じの空気感とかは全然違ってくると思うんでね、また32時を頭からね、もう一回再生リストで見始めるとまた新たな発見があるというライフハックもあるのかもしれませんね。というわけで、ね、皆さんも素敵なライフハックまだまだ教えてください。以上、一口ライフハックのコーナーでございました。道民歴 1.12 年さんからです。コンセントが遠いとき、こっち来てと言うと5ミリだけこっちに来てくれる。来い、ここまで来い、こっち来て、ちょこっとだけ振り向いてくれます。